さあ、何でしょうね。実は大事な告知が2つあります。2つ、いくよ。まず1つ目、ドゥルル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 弾き語りアルバムリリースが決定しました。ありがとうございます。ふぅふぅ、やったー。ずっと言ってたもんね。ありがとうございます。大石正義の弾き語りラボというですね、タイトルで、その名も、私の弾き語りアルバムがリリースされます。一応ですね、もうすごい、たくさんコメントが流れすぎて画面が止まっている。ありがとうございます。一応まあ内容的には、僕が、まあ今まで過去リリースした楽曲、それから楽曲提供をしたものだったり、あと、まあ、自分がアニメのアカウントで、遠い親戚のあの人が歌ったあの曲とか、なんかそういうのをまあ一応僕が見繕いまして、それでセルフカバーをするという感じのアルバムプラス、新しい曲、まだ未発表の曲だったり音源にされてない曲とか、そういうのも、パッケージされる予定でございます。全11曲のアコースティックギター弾き語りアルバム、その名も大石正義の弾き語りラボ。リリース日はブルルルルルルルデシンダ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 ン12月2日水曜日。ありがとうございます。12月2日の水曜日、大石正義の弾き語りラボリリースが決定しました。ありがとうございます。嬉しいですね。今年ですよね。僕一応ライブの MC とかでは、今年2015年に、一つはね作品を出すっていう風に公言しておりましたんで、まあその公言が、お約束が守れたんじゃないかなという風にも思います。12月の2日、大石正義の弾き語りラボリリースということで、この後また12時回ったら、詳しくホームページの方で告知というか、出ると思います。なんでぜひとも、そっちも確認してやってください。よろしくお願いします。さあ今夜はその一つだけではないんですね。もう一つ、とても、大事なというか嬉しいお知らせがあります。ブルルルルルしつこい、ブルルルデシャンバカンベアンジャン、だいぶマスオカの岡田さんみたいになってきましたけども、その弾き語りラボを引っ提げまして、なんと12月にワンマンツアーが決定しました。ありがとうございます。嬉しい。弾き語りワンマンツアーですね。こちらが12月の、下旬以降で、決まっております。一応日付と会場を今から言いますね。まずは12月の、ちょっと俺不安だから、ちょっとこれ見ながらでもいいかな。12月の、18日、違うよこれ、ちょっと待ってごめん、あれ違うな、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、確認する術がないちょっと待って、ちょっと待ってよ。あ、怖い、これミスったら絶対あかんやつやんな。ちょっと待ってね、今データ開いてるから。あ、危ねいきます。12月の17日木曜日、平日でございます。渋谷デュオミュージックエクスチェンジで東京はワンマンライブ、それから12月の20日日曜日、名古屋エルフィッツオール、そして12月の21日月曜日、心斎橋ビッグキャットということでですね、東名阪の3会場でございます。
これね、平日もあるんですけども、一応開園時間が7時だったりとか、かなり遅めに設定しておりますんで、ぜひとも会社帰りでも、まあ、年に1回のお祭りだと思って、まあ、っていうか大石正義の弾き語りの集大成がここにあると思ってですね、皆さんぜひともちょっと、お仕事の帳尻を合わせて来ていただけたらなと、無理してでも来ていただけたらなというふうに思います。よろしくお願いいたします。まずはこの曲です。はい、中止どうですか、うまく立ち振る舞えてますか、渡る世間はなんとやらべばれだけど、まあそれはいいとして、ほら近づいてくる足音、 OK 席についてレッツショータイム、時にムービースター、そして時にロックスター、表舞台は七変化でバレーだけど、それがどうかした、僕は僕なりの道しるべ、オーライ連れて行くよあんだら、誰やマッソーって言ってるやつ、いつまで経っても変わらない、何百回転んでも何百回つまずいても、夢見る心でエンターテインユー、あなたがただ笑ってくれるのなら喜んで僕はピアノになる、エヴェバディララ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 ラ幕を開けましょう、みんなでロロ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 道を駆けましょう、元から考えてないか、持つべきものはイマジネーションですよね皆さん、はい、まっそう、どんな現実も心までは奪えない、 OK 見せてあげるファンタジーオー、ファンタジーオー、いつまで経っても変わらない、 誰かが冷やかしても誰かがからかっても何食わぬ顔で、固くな温まろうと帰国そう、そう世界は僕らのもの、ちなみに CD にはマッソは入りません、オントランペット、オンスキャットオレディビディダビディビディビディビダビディビディビディビダビディ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 ダビディ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 ビ
百回転んでも何百回つまずいても夢見る心でエンターテイン。あやこいだなんだ並べる前にとにかくその笑顔に用がある。何百回転んでも何百回つまずいても夢見る心でエンターテイン。あなたがただ笑ってくれるのなら喜んで僕はピアノになる。エレバレロロ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 、バカにされましょう。みんなでローラローローラ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 ーラー、さあ手をつなぎましょうよ。ラベバレローラローラ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 ー、僕らだけのエンターテイメンショー。 Ladies and gentlemen, boys and girls, This is Masayoshi, 大石Masayoshi弾き語りショー。 エンターテイメンショー。ありがとうございます、ピエロという楽曲、こちらもセルフカバーで、弾き語りアルバムに収録予定でございます。ぜひともご期待ください。やりますかね。わはおはおはおラッドのたたは君の心の中を揺さぶるマネティン、探してあれ探してあるよ。つなぐ1、2、3、4、ガッカラみながダンセルもうみんなみワンウェイバーナックミュージック聞かせてよ。揺れる愛のままにほら僕らの飛びする
がとうございます。トライアングルでした。この曲も、12月2日水曜日にリリース予定のアルバム大石正義の弾き語りラボ、こちらに収録される予定です。ぜひともご期待ください。